シスの村から調査依頼を引き受けたはいいけど、肝心の祭壇ってのが全然見当たらないじゃない。村の人の話だとこの辺りで間違いないはずよ。確か祭壇に異変がないか調べればいいのよね。その祭壇で祀ってる精霊が荒ぶっているせいで、オアシスの近くで急に魔物が出始めたんじゃないかって村長さんは言ってたけど。うむ、それにしては精霊の力をあまり感じられないのが気になります。むしろ弱々しくさえあるような。でも祭壇を探すついでに食材はバッチリ確保できましたから、とってもラッキーです。依頼が終わったら取れたて新鮮なご飯を作っちゃいますね。ちょっと待ちなさい、それってさっきあんたが持ってきた魔物肉のことよね。魔物肉を食べなくても済むように、オアシスの村でたくさん買った食料がもうなくなっちゃうなんて、見積もりが甘かったわ。あ、ほらほら、ケルちゃん、シェリーちゃん、探してる祭壇ってあれじゃないですか。こら、アホリーヌ、ごまかすんじゃないわよ。おい、なんですか、急に砂嵐が、前が見えません。うわ、砂嵐の中から魔物が出てきましたよ。どうも私たちは祭壇に近づけたくないみたいね。おや、私の持ってるお肉に熱い視線を感じますね。もしかしてあの魔物も腹ペコなんでしょうか。のんきに腹ペコトークしてる場合じゃないでしょう。来るわよ。せいが一点、私の出番、世界を変われ、すべてオーロラサンクチュアリッシュローザレプロミナンス。せいが一点、ザ・ライブオンスペシャルステージ、シンショットローザレプロミナンス。せいが一点、すべてライブオンスペシャルステップ、オーロラサンクチュアリ、キラキラワーズいい感じ、ローザレプロミナンス。ペコリーヌさん、大丈夫？どこか怪我しちゃったの？さっきの戦いのどさくさでせっかくのお肉が魔物に取られちゃったみたいです。肝心の魔物にも逃げられちゃいましたし、くそ。それは残念だったわね。でもなくなっちゃったのなら仕方ないわよね。別に嬉しくなんかないわよ。ほんと残念だわ。コッコロさん、それじゃあ祭壇の精霊は荒ぶったり怒ったりしているわけじゃないってこと？はい、こちらの精霊は古来よりずっと魔物から村を守っておられたようでございます。しかし先ほどの魔物の邪魔によって参拝者が減り、精霊の糧となる祈りも奉納も行われなくなったと。じゃあさっき私たちを襲ってきたのもペコリーヌさんのお肉を狙ってたの？おそらくは食べ物を奉納させないよう妨害することが目的だったのでございましょう。弱まった精霊は力を取り戻さないよう。つまり精霊さんはお腹がペコペコで力が出ないってことですか？そうでございます。村からの奉納、精霊の供物となるものがあれば力を取り戻せるとは思うのですが。供物か。でも
私たちの持ってる食料じゃ全然足りなさそうね。ずいぶん長い年月奉納されていなかったそうだし。なら村へ戻って準備し直す方が良さそうね。シェフィーが供物になるってなら別だけど。いやよ、そういうのはキャルに任せるわ。キャルちゃんはもったいないですよ。あ、そうだ、ココロちゃん、精霊さんも魔物って食べたりしますかね。砂まみれになっちゃいましたけど、少しだけ残ってたのが。あっすごい砂ぼこり。お口に合わないそうです。そりゃそうでしょう。まったく、もうこれ以上精霊を怒らせる前に村に戻るわよ。ざっとこんなものですね。